ということで今日はですねじゃあこういう空間どうやって作るのそしてその機能は将来展望はという話をまあさせていただきます。でまずこういう建物この科学って結構楽しいんですよ。マクロスケールっていうか我々の目に見えるものをです、ね、こういう形にできないかという、まあ、純,純粋に素朴な気持ちから入れます。で例えばこれ中上層構造柱がこう立って層になっている構造ですが、まあ、これをですねナノスケールすなわち 1> 10 1億分のにに持って行っててたととき一体何がが起きるかいいう話ですがでちょっとこ,れこれ考えてください穴が小さいということはいいことだというのお分かりになると思います。これ例えばこれ1立方センチ 1, 1センチ1センチ1センチサイコロだと思ってくださいちょっと材料は何でもいいでそれにですね非常に薄こういうふうに穴を開けるもしくはですねこういうパネルを持ってきてこういうふうに組み合わせて作ったと思います。でそうしますとです、ね、この面中の面面中は どれぐらいかというとこれ4平方センチです。4平方センチ。でじゃあここにですねこんなあのもう見えに見えないガスですよガスガスがここにいっぱい詰まっててここにペタペタペタと張り付いたとしたら何個かというとですねちょっとこれ計算するとだいたい10の19乗個のモレキュルっていうのが分子がこう張り付いていたり入ったりしてます。ところがですねこれをこんなふうに作ってみるこれナノメーターです今度。 0.8×0.8 ナノメーターの断面にしてこういう断面です 0.8×0.8 それをですね0.4ナノメートル間隔で整然とこういうふうに穴を切ったとしますそしたらその中の表面積をこれもう簡単な算数です計算してみるとこれいくらになるかというと2200平方メートルですすなわちこれサッカー場の半分の表面積になります でそこにですねこの分子がこういう4つなんですがペタペタとこう入ったらどれぐらい入るかというと19乗から21条、すなわちこのように穴を小さくするだけでこの体積の260倍入ります。260倍。これが260個あるのとないです。まあそういうふうになるということともう一つ穴が小さいこと。例えば こういうふういふにです、ね、大きな間隔のところに小さなものが来たら相互作用できるお互い引き付け合うとしたらこれ一つですね風船がブラブラしてますもしこの幅が狭かったらサンドバッグですじゃあこういうチャンネル型になったらこう4つからサポートするから非常に強くこれを閉じ込めることができます穴が小さいということはですねいろんなものを閉じ込めたり捉えたりするのに有利なんですということはいいじゃないかと。 どうやって作るのっていうわけです。どうやって。ですぐに頭の中は、あの、こういうことを考えると思います。まあ、あの、子供とかお孫さんが持っている。ブロックです。こうやって一つ一つ作っていった、これできます。しかし、こんなもんやってたら、地球の年代以上かかります。例え、分子レベルで物理的に眺めてやっても。どうしようもない。どうするのか、いいものがあるんです。これはですね、肺結合と言われているもんなんですが。 金属イオンと有機分子がですねうまくつながるまさにこれ接着剤のような役割をする結合があるんです。でこれを使うとですねこういうふうに金属の周りに有機分子がどんどん結合できる。ということはあたかもあのブロックゲームをナノの世界でできるということになります。で金属イオンと有機分子をですね溶かし込みます。2つの後でで示しますすすがそうするとですね ーところがですねこの有機分子のこの両端のところはこの金属イオンと結合しなさいという情報が最初から入り込まれて入れ込まれているわけです。でそれでも自動的にこう,こういうふうに組み上がります。これがほんのもう本当にわずかの時間で,できますということでもう一回言いますよ。よ要は、えーと ちょっとこれ、これ、あの、ポストイットで、なんか、こう、ペタッと貼る紙がありますよね、剥がして、ペタッと、まあ、弱いそう抑える、粘着力。そういうもので、作る、これ、エネルギーを出してます、結合エネルギー。ゼロから百キロジュールパーモードと言われるんですが、それだったら、弱いんです。構造の B だけで。まあ、だから、ポストイットあちこち貼ったら、いろんな形で,できますよね。しかし、使えない。で、それを、もっと強い結合を使います。まあ、これ、これは、あの、のりで、に、に、た、例えてますし、こっちは、接着、せめない。 やってますね、でそうするとどん,どんどん強くなってきてですねがっちりした骨格が組めるようになります。でこれでやるわけですね。で実際できたものはこんなふうにですねあの分子レベルはこうです。それがどん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 広がってこういうふうに結晶と言われている非常に規則正しい構造体ができるわけです。でこれがマイクロメートルとかセンチメートルだセンチメートルだったら見えますよね結晶そういうものになるわけです。でもう一回お見せしますとこれ1マイ1ミクロン 1>, 1ミクロンですから1センチの1000分の1ですそれでこれを分子レベルで眺めてみる方法があります構造を見る方法がありますこれ分子で整然と結合してますがただし1ミクロンですからここ大体これ1ナノメートルですこの1個そうすると1ミクロンというのはナノに対してこれ1000個これ1000個ですこっち1000個で 1000×1000 1000って一体何か言うと100万です だから百万個空いたもの、たった一ミクロンの結晶でも百万個は空いたものができるわけです。で穴はこんなふうになってます。工事現場みたいですが、これ有機分子です。金属イオンです。でそこへ例えば CO2 と呼ばれている分子がこう入ってくる。でその中にここで相互作用してこれ閉じ込められるわけです。まあこういうような原理です。でこういう,ようなものが、えー、多孔性ハイ分子、多孔性穴がいっぱい空いたハイ分子、ハ結合でできたコム分子ということでまあ。 ポーラスコーディネーションポリマース PCP または金属有機骨格帯メタルオーガニックフレームワークス m o f というふうに呼ばれています PCP または MOF と呼ばれています、まあ、どちらで読んでも今のところいいわけですあのえっ、ー、とこれ母音が入ってますから MOF というのは呼びやすいっていうのでよく読みますが、まあ、もう一つはこれミ a ストリオファイナンスオークラ n c です金儲けしたしたこっちで呼ぶというそういうことですでえっ、ー、ともう一回さ歴史でいきます人類は活性炭を使い出した 何,何だったかというとこれ3600年前に使ったものは一体何だったか炭素です元素で言った炭素だけですところがゼオライトを使った260年前にで合成したこの時にはケイ素アルミ酸素と何かの金属イオンところがこの材料我々が言っているこの材料は一体何かと言いますと次になります要はお分かりになると思いますが金属イオンという気分子で組み合わせあるから無限です これ周期表の金属元素をずっと書いていますでこっちがイヤーですどん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 使われていますいろんなものだからあの基本的に周期表の金属元素で80個ぐらいありますそれをと有機分子はいろんな組み合わせで使えますということで望みの骨格望みの空間を作るというデザインできるというのがこの材料の特徴ですまあまあ今のこれあの金属色の話ですが でこれがですね実はすごくってこれ発表されている論文数とか特許とか膨れた数ですでこれが増えている数なんですで見ていただいたら2013年なんか6500件ぐらい世界で1年に出てます。というのはなぜかというとそれところがですねちょっとこのアリストテレス東洋のこういうちょっとわけのわからない あの感性的な考え方に対してアリストテレスはですねやっぱり非常に合理的なことを言ってますなぜ何と、うん、言ったか自然は真空を嫌うだから何もないところっていうのはあのなかなか難しいわけですねだから、えっと、ちょっと感覚的に言えば真空じゃないんですがみかん箱に本いっぱい詰めて座っても壊れませんが本を覗いてみかん箱に座ったらぐしゃっといきますね だからなんから詰まっていいる方がいいと密に詰まってる方が安全なんだ,安定なんだというそういうことをまあ言いたい彼は。で実際にあのナノサイズの骨格でさえ実は壊れるものが多かったんです我々の材料でも。こうやってこう作った直後はですねこの溶媒分子とか入ってるんですが抜いたらガシャッと壊れると。でだからこんなん駄だと言われていたわけですがあのまず構造だけ穴開いてる材料というように見えるというもどきそれ第一世代と私呼んでますがみんな第一世代で作ってました。 だけど抜いても大丈夫な第二世代ができるはずだというのが、まあ、私たち思ってましてで、まあ、やったわけですすなわち第一世代というのはもう一回戻りますと弱い相互作用を使ってつなぐと、まあ、壊れやすいだろうとしかしながら結構強い相互作用を使っていくとですねアンテナも出てくるはずだということで、まあ、実際やってですね実はこれできたわけですそれがまあこれでしてそれは1997年にやったんですがあの こういういうにですね、なんかこうがっちり組み上がっている骨格のものをやるとですねこれ圧力をかけてガスを入れます窒素酸素メタン入れてもですねこれ何べんでも出し入れできるすなわちこう中のものを覗いても壊れないというものができたわけです。すなわちアリストテレスは正しいんだけども物によってはですねちょっとこのアリストテレスを適用しなくてもいいものがある。 当然ですね熱をどんどんかけたりいろんな過酷な条件をしてくると密な条件というのは好みますゼオライドでさえも非常に過酷な条件をするともう完全に密度の高いものになってしまいますだからまあ中間状態というのがあるんだというわけですでまあそういうことで、えー、今や穴の開いた材料無機材料から有機材料活性炭れで我々材料はちょうど真ん中あたりの感じですがあ,のあるというとなるわけです、まあ、これはその歴史